おはよう。酔ってるかも。酔ってる。夢の世界でちょっといろいろあって、なんか今、うん、なんか全員集まって自己紹介タイムだった。で、なんか今からチンチロするんだって上で、まあ、闇のゲーム、闇のゲームだね。着替えどこ、着替えどこ。着替えはね、ナシマさんじゃないから俺が今ここにある。あるんだ。ナシマさん大丈夫？22でトーナメントしていくでいいんじゃない？うん。じゃあ俺とネタ。しばらくネタ、ジンボ。したらすっきりした。一応水飲んでるわ今。よかったよかった。じゃあ一人1000万で一人勝ちで勝てば1億のチンチロトーナメント始めます。10分の1か。こんなギャンブル弱いやつ負けなくていいだろ、そもそも。煽り、ブレイキングダウンぐらい。どっちが先行？どっち先行？エスタークで、エスターク先行。オッケー。3か。いや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 、声の割に弱えな。なんでだよ、なんでそうなるんだよ。声強そうだな。おお、やくなし。怖いね、2回やないと。大丈夫ぜ。もう何も大丈夫じゃないよ。最低限の戦い。勝者ヘルアン、おめでとう。明日から来なくていいから。あんたがさらに来るんだよ。後ろに行く。そんな、ありがとうね、今まで。先行に決めて。喉の範囲広げた方がいい。みんなスーパーシャウトで大丈夫。スーパーシャウトでみんな。3。3だ。3。はいはいはい。大丈夫 ?3 で。大丈夫だった。5億負けたやつには負けないっす俺。相当負けてるだろ。負けと負け。頼む、何でもいい。3。おお。じゃあ5億負けた方はどうなるか。5億の方には負けれないっす俺。5億負けて3また。5億負けたやつに1億返ったんじゃなかったっけ、アボ。いやでも、そんなことなんてない。下の下いない。下の下。終わってない。出目なし。ありゃあ。やっぱ5億負けてるからね。5億だあれは。5億だなあれは。5億だな。あれ5億だわ。白井さん。明日から白市民か。じゃあ次。次ベニスアルビじゃない。アルビ。あ、ごめんなさい。いいね。なんか強そう。アルビさんの後ろ側めっちゃいいですね。強そう。腕組み強そう。いいだろう。私行くね。レディーファーストだ。おお。おお。かっこいい。かっこいい。はい。おお。まあ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 。いいかと思った。はい。おお。惜しい。やばいね。やばいねこれね。頼む。ああやばい、役なしだ。ある意味役が出た時点の確定。ひふみの時点で負け。うわぁ！すげぇ！役さん、役なしと。役なし、ベニと呼ばせて。やだな。役なしで。役なし。怖いよ、ボス。ピンゾロ出しちゃおうかな。でも、どっちか負けるって考えたら。ボス、10億と9億だからね、ここもう。そうね。交互でいこう。まずこれね。まずそれね。ああ。ボス、ボスいいよ。オッケーオッケーオッケー。なるほど。あ、オッケー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 。じゃあ2本目いく、2本目。まあ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 。役出せば勝ち。大丈夫か、これ。あ、ボス？一応3投目いくね、じゃあ僕。ボス。弱すぎる。あ、とどめ3投目。ああ。はい。ボス？失礼します。2。おお、2だよ、2。ね、役なしあり得るからね。役なしあり得るって全然。失礼します。やばい！やばい！やばい！これ役なしかもな、これ。やばい。あっ！うわぁ！これ役なし。じゃあ、月見さんの勝ち？うん。そうっす。ヘルアン以外でさ、振ってさ、ダイス一番高いやつ敗者復活してよ。ああ。
ダイス1、ダイス1でいいよ、ダイス1で。いや、一斉のよ、一斉のよ。いや、それ分かんない、分かんない、分かんない。何分かんないって。分かんない。いやいや、ベニからベニから。はい。確かに、それずつやったら分かる。6出たら最強だからな。あ、ベニ多分もうないわ。うん、ヤクさん多分もうないな、これ。やっぱ違った。全員が殺しのパターンは素敵すぎる。おや！あー、まあまあ、暫定、暫定。ボスやってない？これ3段絶対。あれ？なんか、ボスやってないこれ。ボスこれやってるっしょ、なんか。はい、ボスは3が今最高点ね、今んとこ。最高。1出すんだよね。ボス！ボスやってる？さっき、ひふみ出してたかな、右の人。やってるやってる、ひふみに。ひふみからの直帰だったからな。ひふみが呼んでるよ。呼んでないから。いいよ。呼んでるよ、やめて。おお、強い！見せてくれ、ボス。ひふみ？ひふみ見せてあげようか。まあまあ、まずね。危ない、ボス危ない。ひふみ。おお、強い！ボスだ。マジで強い。ボスだ、それは。腕組みのオーラが強いわ。あーアルビー負けです。でも役がある、役がある。確かに、まあまあまあ、何言った、遊びね、これ遊びっす。なー、スッキーだ、優勝は。おめでとう、おめでとう、おめでとう。スッキー何番？198っす。198ね。198に1000万。今一気にきますよ、1000万が。やばい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 。車買ってくる。やばい。198、100、1000。送ったよ、今。送った。はい、送った。わー、やばー。ありがとう。9000万。急に9000万。いや、今日マジ飲んだよ。40度のお酒を 200ml と 7% 一缶と 15.5 度の瓶を1瓶。あ、ちっちゃい瓶ね。いいなー、これ。200出ます。200出て、しかも電気。こいつはね、はい、青木先行バージョンホワイトでお願いします。お、全部カジノで。いいよ、気にやられてた。いい音楽流れてんの。よう、エド。あら、誰かしら、なんか知ってる人な気がするぞ。出勤してるって聞いたから見に来たよ。あ、ありがとう。なんか歌でも歌いましょうか、そしたら。うわー、落ちちゃった、もう歌った。ごめんごめんごめん。大丈夫ですか？ここ危ない、ギリギリなんだよ。ギリギリだ。ギリギリで生きてるんだよ。かっこいいのが思いつかなかったので、ネタに走ります。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。何かショーをやってくれとのことなので、ネタに走った歌を歌います。聞いてください。津軽海峡冬景色。チャレレレン、チャ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 ン、チャレレレン。すごい、そっから入ってくるんだ。チャレレ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 レ。上野初の夜行列車降りた時から、普通にうまい。青森駅は雪の中。期待変える群れは誰も無口で。サビ、サビ歌いたい人だ、これ。私は一人。わわわわ。わわわわわ。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 そうなかもめ見つめ泣いていました。うめえ。津軽海峡を泳げ。江戸江戸ファンでした。いや、めちゃくちゃ良かった。良かったなぁ。あ、ほんと？良かった。ありがとう。
ありがとうございました。まあこんな感じでね、あのスペシャルとか入れてもらえると、ああ246番です。ありがとうございます。わあ100万入ってきた、本当にありがとう。いやいや、ひひのす無理しちゃって、あ違う。ありがとう。いやよかったエド。あ本当ありがとう。初めてエドが接客しに見に来たけどよかったよ。あ本当に君誰なんだ一体。じゃこっち来てくれ。那島だよ。今指名手配だからね。マジかよ。ありがとう来てくれて。いや、エドが普段何してんのかなって。ああ、まあそうだね。決まったのは今日が初めてだ。ああ、そうなんだ。うん。そうだね。男性には男性向けのサービス、女性には女性向けのサービスだったりするけど、そんなことまでしてくれてんだ。うん。ショーやってくれって言われたから歌ってみた。よかったよ。あ、いや、嬉しい。ありがとうね。また会いに来るよ、エド。ぜひぜひ今度あれだったら一緒に働きません？まあ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 。じゃあちょっと乗ってみてまたこうしたいとかあれば持ってきますわ。あもうあうち一回高いお金取ったらもうずっとあれなんですよ。あーマジっすか？直し放題。ありがとうございます。めちゃめちゃ高く取ってます。はいはい、いやもうすいませんありがとうございます。いいもん見せてもらいます。いやこちらこそありがとうございます。じゃあ乗り回してきます。これはすげーわ。いってらっしゃい。お。ネズさん。ネズさんこれもしかして。え？ネズさんじゃないなこれ。It's me. あれ？あ？最悪や。ネズさんじゃないし同じタグついてるし最悪やもう。オキドキ。え誰？オキドキ。誰だおめえ。It's me. マリオ。え、スターク今いる？います。お前じゃねえかよ。お前じゃねえかよ。こんな声、観光してこんな声出すの俺しかいないっすよ。え、そうだよ。顔がだってもうスタークだったもん。何？いくら使うの？いや、もう怒られるの声で800万だけっす。ああ、800万だけね。5 5!5!Got a 14. Fuck. Stay. Oh. A 14. House busts. Easy, easy. Fuck you. Yeah, type だ。え？え？お前、お前もしかして意思を持ってんのか？失礼します。私はですね。この町のカジノをもっと盛り上げたいんですよ。あー確か君あれだよね、あのオールイン。ええ、まとも派です。あ、まともじゃない派もいるんだ。そうですね、5億溶かした人や8億溶かした人とか全財産溶かしてる人はいっぱいいますが、私は一回も溶かしてないです。あー、じゃあその要は節度が。はい、ギャングの遊び場ですよ、あそこは。あ、そうなんだ。なので私はもっとカジノを活性化させたい。イベントしたり、うん、まあ、ルールが分かんない方向けにもう遊びやすくしたいんですよね。説明をね、はい、したり、ね、あといろんな、うん、まあ、飲食の方に出店を出してもらってイベントデイを作ったり。ああ、いいじゃないのそれは。したいなと、まあ、やっぱりルーレットとスロットをやってる人がいないっていう現状に。まあでもスロット、まあ、ルーレットは確かにやった方がおもろいかもしれないけど、はい、スロットとマジで地味なんだよな。私もそう思っていました。あとスリーカードポーカーも多分みんなルール知らなくて手出してないんですよ。あ、そう、スリーカードポーカーもそうだし、私としてはあのテキサスホームデムもね、はい、熱い戦い。やっぱ僕テキサスホームデム両ツーベで動画見るの好きだから。この街には多分テキサスホールデムも知ってる人が4人ぐらいしか今のところ見たことないです。そうなのか。やっぱイベントを通じていろんな感じに楽しさを覚えてもらい、うん、まあハイレートも低レートもしっかり皆さん楽しく遊んでいただきたいなと考えています、うん、なるほどね。そうだね、カジノのね経営はね、でもね、はい、非常に難しいよ。カジノの経営渡すってなると、はい、その在庫が有限になるから、はい、最初はもう一切抜かないし一切入れない代わりに、一旦私からの100経営持ってるんだけど、はい、一旦じゃあ渡して。そうですね、そこでちょっと運営を学びつつ、まあ大きく出すようなことは絶対にしないので、うん、もちろん。そうだね、はい、だいぶいいと思う。それは非常にもちろん、身内に設定教えたりみたいな、その身内を分かりやすく持ち出すような真似も一切しないです。で今日カードとんでもないですよみたいな。そう、インサイダーみたいなことしないです。大丈夫ね、安心してください。あ、そうか。むしろギャングたちから絞って市民の方が儲かる、そんなカジノにしたいです。
ああ、素晴らしいね、それは非常に。全然、前向きに。ありがとうございます。それはね、うん。よろしくお願いします。いいよ。実は進んでもいるんだよ、あの。おう。ジャンの方も。ジャンの方も。え、ジャンはちなみにそれ、あれですか？賭けでできるんですか、ジャンは。まあ、ちょっとまだね。なあ。やっていこうか、プロジェクトが立ち上がってるぐらいだから、まあ、ちょっと、どうなっていくかというところ、うん。競技としてね。なるほど。うん。やってもらえる。すごい嬉しい話を聞きました、ね、これは。あればね、いいかなと思ってるから。まあ、まあ、テキサスホールデム盛り上げたいなって思って。そうですね。まずはテキサスホールデムから。支配人としている間は絶対に犯罪もしません。私はメリハリのある人間です。そう、メリハリをつけると。そうです。気持ちのね。まあ、こんな感じで、じゃあ。はい、ありがとうございます。始まった。俺の中の第2章が。市長、電話番号交換しませんか？なんで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 、びっくりした。こうして俺の第2章が始まった。ね、今日から俺は、支配人なしまとして生きていく。ヨネさん、ご結婚おめでとうね。ご結婚ありがとう。そうなの？おめでとうね、ヨネさん。将来を見据えた中でしてまだ式挙げてないんです。狙ってたんだけどな。梅さんや。嫁さんじゃない。川川さん狙ってたのかい？狙ってたんだけどな、梅さんのこと。私のこと嫌だ。いや、残念です。幸せになってくださいね。右脇腹まだ空いてますよ。いやいや。梅さん、怒られちゃいますよ、所長に。そうだね、所長にね。ちょっと今、うん、ギャング立ち上げたくて。おお、とうとうそっちに。立ち上げるにも何も、あの、意味分かってないんですよ、そもそもが。お抱えしてもらえないですか？何の？僕らの。鉄道隊として。でも、ボスは多分許可しないと思うんだよな。あー、お抱えってか、まあ、要は。その代わり、お金は納めます。うん、まあ、参加みたいな形ってこと？そうです、そうです。ちょっと山本さんのギャングに入りたいっていう件はどうしたの？いや、入りたいというか、まだ何も分かんないんで。まあ、山本さんからしたら、うち入りたい、じゃあ実力で示せって話だったんでしょ？ああ。が、まあ、いきなりなんかギャングとして他のとこの参加ってなったら、すげえ面白くない顔はしそうだけど、大丈夫？ああ、なるほど。立ち上げた上で下につきたいってこと？いや、立ち上げる前です。ああ、はい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 。立ち上げるまで面倒見てほしいみたいなことか。そういうことです。まあ、確かに、いろいろ教えてきたし、僕も可愛がってる部分もたくさんあるから。まあ、でも一個だけ教えてあげるよ、ゼニー。はい。ヤングってのはね、遊びじゃねえよ。あ、人に甘えんな。自分で考えろ。甘えすぎだな、そろそろ。犯罪は面倒見たけど、お前の人生を面倒見るわけじゃない。何より山本さんに失礼。え、何のお金これ。しかも電話でもないしな。電話で、ありがとうございます。言ってたわけでもなく。俺が一番頑張ってるけど。ベニさん。今日も可愛いね。なんだよ、ボーナスで。ギャングプレに入れろよ。ヤクさん、ヤクさん、今日も本当。スターク、ヤクさんのどんなとこが好き？ちゃんと本当、セクシーです。本当、セクシー。どこがセクシー、どこがセクシー？もう本当、すべて、もう、顔、ボディ、そういう目で見てたの、ヤクさんのこと。最低だな。悪いな。待って、なんで？ボディは悪いな。これ、罰金じゃない、逆に。ちょっと待って、ボア何それ？変なバカ、もう知れない。このキャラ。え？サツキ？サツキ。真似する気あんまないよね、多分もう。雰囲気でやってるよね、もう。ちょっとなんか思いついた。思いついたでやめて。声のクオリティとも変わってるよ。うるさいな。